14分の撮影になります。ということはハイブリッド X ですね。で2016年ということで、まあ7年経ってるんですけど、まず外装からいきましょう。パッと、はい、色はシルバーですね。これですね、一番ここだけなので、はい、ちょっとここにまあ擦り傷があるなということぐらいですね。まああと若干のスクラッチはあるんですけど、まあこの辺は7年経って綺麗な方ではないのかなという感じになります。はい、こちらもですねではないです。まあバックドアもなんか開けちゃいましょうね。バックドアの方もまあ重要なところは全部チェックして、ノーアクシデントなので事故はないという形での申告になります。7人乗りですね。こちらもあります。その方もこんな感じで綺麗ですね。で右やっぱり綺麗ですね。でこちらがまあ、はい、オートスライドですね。非常に綺麗だと思います。はい、もうさこんな形ですね。まあキーレスですけど一つということでやっていきますね。はい、せっかくですから中見ましょう。で距離がでですけど4万キロなので46067というぐらい。中身は綺麗だと思います。エンジンかけてみます。はい、今かかりましたね。はい、なのでしっかりこれもついてる形になりますね。で、まあ、特質は何ですかって言ったらこれですね。バックモニターついてるのでこれに関しては比較的やりやすいんではないかなっていうのがありますね。はい、オートエアコンで中も内装もついでに紹介していきますけども、非常に手動ですので、あと見ていただいても綺麗ですね。まあ、若干の使用感はどうしてもありますけど、これですね。はい、ということで、まあ、見ていただいて距離が4万キロなので、まあ、若干の使用感はありますけど、まあ、パッと見ていただいて中でですね、まあ、少しサビは出てるかなという感じですね。はい、かといって何かが思いっきり事故ってるのかなっていうことでもないので、こんな形で申告はしたいと思います。問題はないかと思います。はい、全てこちらの方も OK ですね。パッと見ても全部 OK な形になっています。もちろんシール関係も全部チェック済みです。 OK です。